能見松平家は、三河国の松平氏の所流。松平信光の八を、光親を外する。三河国の片軍能見を領主したことから能見松平家と称す。三代、松平十吉の頃から徳川家康に仕えた。家康の岡崎独立時代から豊富秀吉死後の、徳川家の派遣昭和の時期は、四代、松平重勝から五代。 重忠の頃に相当する。その間、能見松平家は、長篠の戦いや、大阪夏の陣などの徳川宗家が関わった格、戦場で戦功を挙げている。元那2年に、下佐国籍や土藩2万6千国の大名となる。他の松平文家と比較すると遅い出世となるが、これは、当主の松平重勝が家康の陸を、松平忠てるの不画老であったためと考えられる。 重勝の功績の数々が認められたため、ただてるの海域に連座することはなく、独立大名として取り立てられた。重勝の長男以外の子たちも、大名として取り立てられ、それぞれ文家を起こしている。その後、本家は、東東海国横須賀藩2万6千国、出羽国上野山藩4万国、摂津国三田藩3万国、文護国高田藩3万7千国と天保を、 続けたが、七代、松平英親の時に違法した、文語国旗付き藩三万二千国に定着し、幕末まで存続する。十四代、松平近きの時、母親戦争が起こると、旧幕府側から離反し、新政府側に寝返る。後、廃藩置県を迎え、死者区に列せられた。農民松平家経図判例。一実戦は、実施、転戦は要し。二数字は、 家督継承順、ありがとうございます。